はい。こんにちは。こんばんは。おはようございます。おやすみなさいませ。染谷でございます。よし。はい。じゃあ、続きやっていきます。さてさて、行き詰まったなぁ、ということでね。えー、っとね、ちょこちょこやったんですけど、えー、一つ大きな間違いをしていました。推理をする中で一つ大きな間違いをしていました。ここの手帳、これバックから出した手帳ですね。この手帳に、えー、ナンバーとアドレスのメモがあって、 えー、カレンダーに7月19日の丸が付けられていた。俺は、この部屋が親友の部屋じゃないか、うんあの。自分がね、自分が親友なんじゃないかって思ったんですよ。このパソコンの入力の日付が7月19日でいけたから。ね。でもよ、くよく考えたら、 自分の持っている手帳に自分の携帯番号を入れ書かないよね。ね電話番号書かないよな。むしろ書ける相手の番号を書く自分の手帳に。ねこれちょっと統治法だったけど自分の手帳に書くならば書ける相手の電話番号だよね。そして丸がついてるとすればまあ自分の誕生日もしくは誰かの誕生。 身につけるっていうことが考えられるわけでとなるとまずこの手帳が親友のものであるっていうのはちょっと間違っていたなっていうのを気づきましたはいなので少なくとも自分はこの部屋の住人である可能性が高いかこの荷物の持ち主がこの部屋 の住人だった可能性があるとまでは思いましたはいでもそれ以外は、まあ、それ以外は全然つながらないですねベッドの上に指 v m と新聞の切れ抜きが広げられているんうんん内容変わったねここはあれじゃなかったなんか あの支払いが滞ってるみたいなそんなような文面だったような気がしたんだけど切り抜きをよく読むとすべてあらある人物に関わる事件の記事ばっかり集められていることが分かった誘拐事件のみならず強盗に詐欺薬物殺傷長年にわたり多くの事件に関与しているようだスティーブンじゃないの複数のワードをワードに追加した んちょっと待ってワードをたくさん入手したんだけどさデータベースで使えるのかなえー、っと社内メンバーの資料の検索ワードか所持ワードだそれで、えー、おーおーお,ーおー増えたねえー、っと誘拐事件からいこうか女優誘拐事件身代金目的の誘拐で女優は無事保護できたものの 睡睡眠薬の過剰接種に接種により昏状態に犯人は逃走中これ第1番のね、リナ。また犯人の1人は少年誘拐事件にも死亡者として関与していた。仲間の誘拐グループは身代金引き渡しの際に逮捕される。はノコノコやってきたんだ。はい。同時期に病院から姿を消した社員1名が、今回の事件に何らかの 関係があったと思われている。髪の長い女性の写真が載っているえっ病院から姿を消したちょっと待って同僚って警察えちょっと待ってジョージは警察の人間だっただろうでこの髪のま、ね、髪の長い女性っていうだけで決めつけるのはよくないなそう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 。 うんうん、病院の中に協力者が一人いたっていうことだけがね今こう事実としてあるんじゃないかっていうことねはいまあ慌てんなもう軍ちょっとね無理やりくっつけようとするのは間違ってんかないくつもの強盗事件に関与していた記録がある関係者の証言から数種類の偽名を使い分けいずれも支持する立場にあった支持する立場にあった 多分ちょっとこれ5時かなうんねうん詐欺女優誘拐事件においては女女優を拒食症に陥らせた彼女の自宅から大量のダイエット機材器具とサプリが見つかる拒食症に陥らせたのえそんな日記だったっけ なんで痩せてな何が原因だったんだっけ彼女の心に何か影が影を落としたのその理由は何だったかなぁ男が「痩せろ痩せろ」って言ったふうにはなかったと思うんだよね。ある日から食べなくなるようになった心配だみたいなことを書いてあったと思うの ええー、陥らせたんだ自分の意思でなぜかわからないが拒食症に陥らせるっていうなると大体見た目とかさそういうのを指摘されることによって。 太るのはまずい。太ったらっ嫌われるとか、えー。女優として太るのはディプレッシャーあったり。でも、落ちいらせるんだから、何かし向けたんだよね。し向けるとしたらや、やっぱり言葉だろうなうん。精神的に何か圧かけたのか。 薬の売人としても一部では有名のようでスラム街でたびたび目撃されている記録を見たところ被害者の名前が他の記事にある名前と一致していることが多いん記録を見たところ被害者の名前が他の記事にある名前と一致していることが多い ちょっと待てこれ被疑者じゃないの被疑者じゃなくて被害者なのね全然イメージ変わってくるよねそうなると似たような名前の人物に対して何か復讐心を持っていてその名前の人物を次々と狙って犯行を行っていったっていうふうに俺は今受け ったんだけどいや想像しちゃったんだけど事件関係者おそらく自分と関わりのあるものを始末しているのだろうという仮説が立てられている自分と関わりのあるものあースティーブンは本当はやってなくって自分の名を語った。 各犯罪者たちがいたとで。そいつらを始末している。汚名返上汚名返上って言うのかなこれ全部言ったんじゃない全部見てもね。うん。 誘拐薬物全部見たあ人質喋ったまだ殺さないのねあなたは最後には殺す人だったわねどうせまともに取引しないつもりでしょう知ってるわよあなたのことはあなたの弟と一緒にずっと調べていたのだから 相変わらず何も言わないのね来たわよメール誰からかしらへ、えー、お交渉相手ものが揃った回答まであと数時間間に合ったはずだ場所を教えてほしい イエスかノーか、どちらでも結果は同じ。その問いに意味はあるのどうせあなたにとってお遊びなんでしょう。これまでの事件もすべて。あなたはいつまでも悪書きのままなのね。悪書きスティーブン。スティーブンをワードに追加した。一件の新着メールだ。 もちろん引き渡し場所には自分一人で向かうこちらからは金と書類一式あんたは同僚を彼女を返してくれ上ジだちょっと待ってねセーブするねあんたに返すんだな自分がスティーブンであるかどうかはでもまだわからないんだよね彼女は今は顔をあのー、見てないから 何もしゃべらないし声も聞いてないから俺がスティーブンとは彼女は言ったが俺が本当にスティーブンかどうかはまだ判明はしていないこのメールに返信するなんででもさちょっと待ってなんでお前がさこれ持ってんのジョージと2人で 調査やってきたんでしょ捜査をさはでもお前さ誘拐犯にかんあれ誘拐犯のやつ絡んでたよねあれちょっとわかんなくなってきたえー、ここでもらったスティーブンなのかな <noise> 兄貴頼むお願いだ 私の命もあと数時間ねスティーブ無駄かもしれないけどお願いがあるの私のことは殺しても構わないけれどジョージのことは殺さないであげてダメかしらねえじゃあ窓を開けてほしいの新鮮な空気がついたくて。 それくらいはいいでしょう窓来たありがとうやっぱりあなたは素敵よスナイパーに狙われるシックなスーツが決まっていてかっこよかったわ <laughs> 懐かしいわね思い出さない昔のこと 恋人だと思っていたのにね、スティーブン見た方がいいわよ、メール違う、違う、自分のか親友からだよ、そっちは大丈夫か今、お前の家の前まで来てみたんだけどよなんだか表がすげえことになってるぞ見てみろ やっぱり顔出して撃たれる外を覗くとこ々と輝く赤と青のライトが家の周りをぐるりと囲んでいた車を盾にし拳銃を突きつける影が多く見えるびっくりしたかスティーブン <laughs> 動揺してる。 見えないのが残念。覚えてる私女優なの演技にはちょっと自信があるのよそしてあなたが捕まえたと思っていた彼女は私たちを追いかけてこの場所を彼に知らせた彼すぐそこに来てるわよ 背後からーそして俺は今何をすればいい鏡を見る久しぶりだな少し早いが回答の時間だ答えは NO だお終わったよ いやー、最後は、ね、あれだね、ゲームオーバーとかなかったね。うん、多分、多分、今までのストーリーの完結として、まあ、物語を楽しむっていう感じだったのかもしれないですね。はい。プレイしてくださりということですが、はい。プレイさせていただきました。ありがとうございました。お疲れさん、ジョージ。大変だったな。 あ,あ気を落としているところ悪いが例の番号の件だそうそう例の回答用の番号さずっと書けてるんだが通じないこれって結局誰のものなんだはっ正しい真のエンディングではない で回答なな何言ってんのずっとかけてる回答用の電話番号さえずっと通じないってどういうことえー、どっかでなんか間違ったんかこれこれ <laughs> はいということでしたちょっとねし正しいトゥルーエンドトゥルーエンドかはちょっとわからないですけれども。 とりあえずはね、ここで終わりたいと思います。はい。えー、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。それではまたあ、何か別の動画でお会いできれば幸いです。それではまたお会いいたしましょう。ソメヤでした。